多分これ。もらっていいですか？すいません、ちょっと取り出します。
丈夫ですね。うわ、すげえ、いっぱい撮ったやん。勉強の時も褒めてほしいな、これは、これは、これは、斜め弱いな。大事やで、それは大事や。お父さん全部もう囲まれてから、全部ね、もう、一回かしら取れてるかもしれない。ほら、全部真っ白になるわ。お父さん、2個だけ。はい、全部真っ白して。そしたら全部真っ白になっちゃう。真っ白だもんね。負けられないので。
ほらほらほら、いいね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 、真っ白にしちゃう、真っ白真っ白真っ白ちょっと待ってすごい、いやこれはさすがにお父さんすごいと思うよ、お前がほらほらさすがうちの息子すごいね、これ2個しかない、いやだけどあそこが1個残ってるからあれ次第ですよ、ね、それわざとやってるじゃん、本当にだってわざとやってるもん、それ今気づいたよ、あれ今気づいたよわざとじゃないんだ、今気づいたなんかさ、ここ置いてけばさ、ここ置いてさ、こっち取れたのがさ、もったいなって思って、わざとじゃないんだ、いや今気づいたもん黒は腹黒、じゃあ僕は潔白でいきますね、え？何？僕は潔白で。あんたお母さん聞いてみ。いや、お母さんは腹黒よ。僕は潔白。いや、あんた負けよ。向こう置いたらどうしんやん。取れるとこ置いても。ちょっと。ほらほら。え？今どこひっくり返した？ああ。内緒。内緒。ちゃんと割ってくるからね。俺も割っていかなきゃね。そんなもんかね。主はな、ここもそんなもんかね、息子頑張れか兄ちゃん頑張れか決めて、酔っ払いどっちもどっちやな、いや悔しいなこれな、絶対嫌だよな、もう絶対やってほしい、やりたくねえのに取っちゃったな、どうかくらいとちょっと厳しいな、結果しか待ってない、これはいやまだいけ、ここ角じゃん、でこっから半分取れば俺勝ちじゃん、でこのもうここ取ってるからここまでもうほぼ俺の角なんよ、全部どこまでも俺のもんなんだよ、だからひっくり返らないからもうほぼ半数取ってる、これじゃんけんポンしたらさ、これ回すどうしっかりしてくださいな、もう頂戴してね、そこ取らせてもろて、ここ取っても取れんやろ、ほれ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 、まだまだ負けんで、俺はまだ俺の世界や、まだまだ、まずここで角を取らせます、はいどうぞ、角取ります、でそうするとね、こっからね、ここまで全部取れない、はい俺のこっから全部取れない、やばいパスそうなんです、これはもうどうしようもないなって思ってましたね、もう上げても勝てるね、これはパスで、こういってもう上げて、あと次乗るやろ、今までで一番ひどいかもしれない、ちょっと待って、じゃん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 、酔っ払い落ちじゃん、俺はタバコ吸いに行く、黒が先、黒が先、うん、じゃあ黒は、うん、ちょ、みんな見ろよ、勝てそうじゃん、案外ここから勝てるんで、まずは3つ、次は4つ、その次は5つ、その次は6つ、その次は全て白、気持ち悪い、ちゃんと頭使ってよ、やばー、頭使ってよ、どっち、あのない頭を使ってひどいな、黒置いたからね、ここに、うん、あひっくり返す、ひっくり返すな、最後までやんなさいよ、ここは白だったっけ、黒だ
プロだよ。他の人タッチしたらコンマ5分プラス5分。酔っ払いたい酔っ払いなんだよ。やっぱ黒だよ。来たね。そうや、パパ頑張るな。結構ダメだ。まず気をつけて。せめてさ、そのさ、あの端っこのさ、2×2 には置かない方がいいよ。おーい。あ、そう、2×2 マスで置かない方がいいよ。ここはね、置かない方がいいの分かったんだけど。わ。一番高いぞ。これ、大丈夫。肌持たせてくれる。ねえ、あのメンタルにとどめ刺しとるよ、今。今メンタルにとどめ刺しとるよ。わからんじゃない。なんかすごいこと考えとるかもしれない、ほら、すごいひっくり返されたら。いや、意外とね、俺もそんなに自信はないよ。行っちゃった、今行っちゃったもん。お父さんとどめ刺したね、ビットが。それで多分終わり。正常に負けないよね。だったら2個プラスミサイル。はい、もう終わった。娘さんの勝負始まってますよ。口出さん方がいいような気もしますが、どうします？うち返されちゃう。そう、さっきお父さんみたいに全部返されてるからね。そうそこって取っても自分の辺は角打っても変わらないけど、相手が取ったら角って変わっちゃうじゃん。だから取って自分が取れば取るだけ不確定要素が強いんだ。でも相手が持ってれば角取れば全部自分になるよね。だから取らない方がいい、基本は。まだまだ分からんね。大丈夫よ、オセロで負けても長い人生勝ってるから。それもや、もうとりあえずね、全部ひっくり返してもいいよ。もうどういうこと？多分 OK って言うから、ね、ダメです、あのルールは守って。全部ひっくり返すっていうのは将棋盤ごと、将棋盤じゃない、オセロ盤ごとひっくり返すんだよ。そこよ。あ、また内側行かれた。それはそれ、これはこれ。あ、でもほら内側行ってる。じゃあと内側もう一個あるやろ、そこに。もう2位じゃん。あっち側の佐藤が顔入る。絶対面白いやん。さっき負けてるよ。3、4、5、6、7、8。そういう問題じゃないんだよね。めくるキャスもったいないって言われた。か、どっちかしかない。でも、どっちを行ってもかな。こっちしかダメじゃない。どっちを行ってもかな。あんた来る。うん。勝ちがやつ、三勝目。置けませんよ。なんで落としてるんですか。僕のとこなんですけど。そこ。もうダメ。あ、ちょっともらっていいですかね、ごまを。足りないもんで。すいませんね。それはさ、それね、悪いからね、ちょっとだけ残してあげるよ。あ、ごめん。俺の番だ。ごめんな、その次で何かな。あ、ごめんなさい、もう一個でーす。どうも。あ、やっと置けますよ。どうぞ。置いてください。頂戴していいですか。僕の番です。あ、すいません、僕の番です。腹立ってくる。ないんだ。
俺が黒だったから置いたら、ここ取って、俺がここ取る、俺がここ取る、で、こっち取れる、で、こっちも行けたから2辺だって勝負良かったですね。そうそうそう、これ、黒やろ。そうや、ちゃんと考えてな。あんたちゃんと俺が後ろにさ、ハイボレーがいけないやん。さ、妹が忖度してくれるか。せえへん。やばいね。この妹負けすぎないだもん、なんだかんだ。ばあちゃん、どっちを応援するつもりや。ばあちゃん。見るだけ。ね、どっちを応援するんや。じいちゃん見てみ。どっちも興味ないから。これが。早押し早押し。見てみ。じゃあさ、応援のためだけに必死すぎじゃない力を稼いつつ、力を稼いようって言っとったやろスレッダーが。わあ、お父さんにやられそう。あ、助けてこの反応みんな寝て、何にもない悲しいちゃんと考えてよ、母ちゃん。考えてるよ。頭使ってよ。使ってるよ。うわ、すっごいいっぱい取られた。俺いや、1個しか取ってないよここに1個置いたら1個、これ1個ずつってなるからいっぱい取るとかわいそうだな。うん、なんかじいちゃんみたいなことでさ、欲しいやん。え、置けるやん、そこしか置けん。指定打ち黒でしょ、ここそこしか置けますよ。ここ置けるやん、指定打ちだね。うん、ほらチキンで音はついてくる。そっちへんやん。なかったわ。じゃあ俺やん、こっちにするわ。じゃあ、いや、そこしかない。いやいや、1個しかない。さっきここしかない、そこしかない。見て。え、それ置けたの？じゃあそれはどっちか。置けますよ。じゃあお父さんこうやって置け。こんな時。で、もう1個置けて。あ、やばい。負けたの？いやいやいや、勝ってる。え、だって私、白やね。いやだから兄ちゃんがもう一個置いて終わりやん。だから私が負けたやん。いや、だから勝ってるって多分数えてみ、一回。ほら、なんか。いや、数えたら分かる。32が半分。数えて、一個ずつ置くやろ。はい。ここ全部置いてみ。31やぞ、お前。じゃあ、私と勝ちや。なんで？静かに寝れるね、ラッシュね。よかったね、ラッシュ。そんなに寝れないよね。うそすぎないです。